リサさん、鬼のようにポテト頼みましたね。あ、やっちゃった。いつもロゼリアのみんなとシェアしてるからなんか霞みたいですね。あいつもシェア前提で頼んでますよ。そういえばフライドポテト好きだったね。アリサもよかったらつまんでいいからね。いいんですか？ありがとうございます、リサさん。うん、遠慮せず食べちゃって。あの量は一人じゃ絶対食べきれないし。